そうですね、まあ自分たちのミスで、してしまったので、勝ち点3を取り逃してしまった試合だったと思うので、とても悔しいです。まあ、よし君がボール持った時にあそこの背後を狙うっていうのがチームの一つの約束事であったので、そこをうまくつけたっていうのと、まあ、よし君から素晴らしいボールが来ましたし、僕がトラップした時に、シュウ君とタツさんと龍馬が折り返しを狙って走り込んでくれたんで、僕はフリーで結果的に僕がシュートを決めれましたけど、本当にチームとしての約束事がうまく、得点に結びついたいいボールだったかなと思います。まあ、今日の後半のようなプレーを前半からやれてればもっともっと違った結果になったと思いますし、まあ、今結果的にこう引き分けに持ち込めたっていうところなので、次アウェーが2連戦で続きますけど、この流れを断ち切らずに、勝ち点3を次こそは、しっかりと取れて帰ってきたいなと思います。今日も応援ありがとうございました。本当に悔しい、内容でしたけど、最後まで皆さんが声援を送ってくださったおかげで、なんとか引き分けにすることができました。次こそは勝ち点3を取って、また新潟に帰ってきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。